ロベルト・アイル・トンピリスラモタ・メンドーサは、パラグアイのサッカー選手。パラグアイ代表。ポジションは MF。クルブルビオニューの下部組織から2010年にトップチームに、昇格。2015年7月に、オリンピア・スンシオンに期限付き移籍するまで在籍した。2017年1月10日に CA さん、ロレンソであるマグロに75万ドルの移籍金で加入。 2018年8月1日に CR、フラメン後に250万ユーロの遺跡金で移った。翌日にメディカルチェックを済ませて2020年12月までの契約を締結した。とても幸せだ。ブラジル最大のクラブが興味を持ってくれていたことでさえ、大変な名誉に感じるのに、そこでプレーできるなんて。このクラブにいる間、最大限に楽しみたいと思う。 同月13日に行われたカンピオナート・ブラジレーロセリエ A ではグスタボ・クエチャルが出場停止であったためスターティングメンバーとして起用ブラジル初出場となった2015年9月に代表初招集しかしこの時は出場機会がなかった代表初出場となったのは2016年5月28日に行われたメキシコ代表との親善試合であった ありがとうございます。